はいどうも、FF 大好きおじさん、ルールカです。ファイナルファンタジーブレイブエクスピアスやっていきたいと思います。今日からね、ファイナルファンタジー12コラボイベント、まあ、コラボなのかな、イベントですね、が始まります。で、ヘンゼの魔石工ということで、まあ、周回系のやつですね、バトルを周回していくという、で、魔石鉱を集める。魔石を集めるのかな？で、報酬を交換するっていう、いつものやつです。で、バンとパンネロがね、一応、以前から排出されてるキャラで、ボーナスキャラに含まれていると。で、さらに、今回のピックアップで、追加された、バルフレア、アーシェ、ラスラ。この3体も、それになると。で、今回ね、この3体狙って、チケット7枚持ってるんで、7枚引いていこうかなと思います。昨日ね、ティーダー狙いで、ラストのね、11連引いて、爆死してしまったんで、この3人のね、うち誰かを狙っていきたいと思います。まあ、アーシェが欲しいっすね。で、星4スタートでみんな星6まで上がるんで、で、バルフレアだけ星5か。なのでね、ちょっとまあ、欲しいんですよね。ただ、バンとパンネロがいっぱい出るんだろうな、きっと。バン主人公なのに星3スタートってね、悲しいよね。はい、というわけで、やっていきたいと思います。チケット召喚、GO! 前回ね、11回引いた時は全部青でしたね。今回はどうだ？頼む！ダメか。パンネロ。いらないっす。もう何体手に入れたか、パンネロ。今回パンネロもね、星5まで進化できるようになったんでね。よかったですね。バンも星6まで行くんで。いけ！少なくともね、金が出てくれないと何にもならないね、バン。まあ、マクシミリアン手に入れるためのね、素材と考えればいいでしょう。パンネロの探検装備とか今んとこ使い道ゼロですからね。青。ああ、全然関係ないやつ出てきた。あと4枚。あと250円。半額召喚もやります。1枚でいいから金欲しいな。ベティール。あれ？外れてる。なんでだろう。青ですね。これ金とか、俺、オカルトですけど、虹触れたら、虹になるとか、やってましたね。なったことないですけど。おー、こいつは、俺、手に入れたことないかも。L、アルシャのお守り。あー、いいかも。一分の 20%。ふん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 。なんか職業兵士って、なんか悲しいですね。あー、ダメだな。頼む、金になってくれ。ダメでしたね。あー、シンクか。俺、この前、昨日か。全部、混ぜたばっかりなのに。また増えちゃいましたね。ラスト。まあ、ラストっつっても、チケットがラストだけどね。もう一回引くんで。あー、ダメかー。ダメしたー。ムスタリオー。まあ、ロマンダ銃があるんで、まあ、マシかな。さあ、半額召喚、行きましょう。
これもね、一応ピックアップなんでね。8回なんで、なんとか。あー、ダメか。弾けて混ざれ。ダメ。あ、メディウスか。まあいいでしょう。グローエッグ。経験値アップですよね。4体目かな、メディウス。まあ、ガチャは外れでしたね。じゃあちょっと、イベクエ用のパーティーを作ろうと思います。どうしよっかな。まあ、1体はバン確定だけど、シリーズ。バン上にいる？いないね。一体はまあバン確定なんですけど、まあでもバンか、残りも全部バン以上のボーナスボーナス値持ってないから全部バンだ。全部バンでいくしかないんだ。なんともこう味気ない謎パーティーなんだ。パンネロがね弱いからね。弱いだけじゃなくて、スコア、ボーナスポイントも少ないですからね。OK。じゃあちょっとこれやってみましょう。せっかくなんでね。リミットバースト使用しないでクリア。コンティニューせずクリア。簡単ですね、これは。フレンド借ります。あー、もうアーシェとか、やっぱ持ってらっしゃいますね、みんなね。どうしよっかな、俺も引こうかな。1万円分ぐらい。まあちょっとあんまりあれだからな、やめとこう。今回はちょっと頑張ろう、このパーティーで。次は誰だ、飛び降りろ早く。あ、この女の子王女様なのか。これアーシェのことですね。どうしてお姫様が戦っているの。戦争で他の国に奪われた自分の国を取り戻そうとしている。祖国を奪われた王女が自ら剣を取ったのか。だいぶ気を張ってる感じだな。強いけど、どこか寂しそうだ。レッドマウスとホワイトムース。まあ問題なさそうですね。12ね、最初の街出て、最初の賞金首を倒したぐらいのところでやめてるんですよね。なので PS4 でリマスター出るの楽しみなんですよね。まあ、実際それが初めてのプレイになると思いますね。うん。いや、召喚チケットゲット。ちょっと1枚じゃ引かないです。何枚か貯めてから引きます。これせめて一番上のやつエクスポーションにしてほしいよな。多分ね、上級ぐらいまではいけると思うんでね。マインドフレイヤーを魔法でフィニッシュ。カミラリ属性で敵にダメージを与える。OK です。空賊？あんた空賊なのか？この物語の主人公さ。今中井和也さんの真似しました。似てない。
空賊？この世界では現役なんだ。大空を自由に旅する。ロマンあるよね。飛空艇部隊としては取り締まる相手だよな。この人はかっこいいじゃん。ラスエルもそう思うでしょ？そうだな。自由な空か。だが、騎士には遠い夢だ。さあ、とりあえず雷のスキルを使っちゃいます。サンダー。とりあえずライブラでヒットポイント見ないとだよな。倒せねえかもしんねえからな。ライブラ。よいしょ。5500か。余裕だろ。エアロラ。ストーン。ブリザード。エアロガ。サンダガ。まあ、こうやってね、ちょっとだけストーリーを、つまましてもらって、この、魔編っていうのをこうやって集めていくだけのイベントです。で、その代わり、集めたら結構いいのもらえるんですよ。アビリティとかも含めて。ちょっと上級クリアしたら、お見せしますね。ロックイーターをリミットバーストでフィニッシュ。逃げるのはやめる。ちゃんと目標を見つけたいんだ。俺の未来をどうするか、その答え。これバンだろうね、きっとね。ここに5人もバンいるけど、見つかるかな？見つけるよ。多分。最初に聞いた声だが、少年は雰囲気が変わったな。復讐心や恨みにどこか整理がついたみたいだ。復讐以外の目標、奪われた者の未来。私にも見つかるのでしょうか？さて、なんだっけ、もう一回。黒魔法を使用してクリア。オッケーオッケー。とりあえずもう使っちゃいます。ブリザード。リミットバーストがたまらないとやばいんだよな。溜まったね、一応ね。で、ロックイーターをリミットバーストでフィニッシュだから、レッドスパイラルをセットして、この順番でいけば、リミットバーストでフィニッシュしたことになると。オーケー。オーケーですね。長級からはね、ちょっと一筋縄じゃいかなくなってくるんで、本当
ライトニング一人で倒せるかどうかっていうのを確認してからね、まあやっていきたいと思います。で、まあ今回の報酬をね、ちょっと見ていきますか。よっと。まあここら辺はいつも通り。なんだ？これなんで新魔王結晶とか2つあるんだこれ。あ、安く手に入るのがってことか。なるほどね。20個ずつまで。これ超いっぱい手に入れちゃう人もいるからってことだろうね、きっとね。セーブかけてきたんだねこれ。今更って感じでね。でレア召喚チケットもマックスで10枚手に入るんでね。で今回は戦士の心得、ヒットポイント 10%、 攻撃防御 5% アップすると、魔導士の心得、ヒットポイント 10% と、魔力精神を 5% アップする。でそれとアダマンベスト、お最強の矛、これ確か両手で持ちになっちゃうってやつだよね。絆を深める力を持ったトラストモーグミ、万能 10% アップ。え、確か両手持ちなはずだ。これで二刀流はできないと。両手持ちも効果がないと。でも攻撃力は130と。これは絶対取っといた方がいいと思うんですよね。アダマンベスト。ああ、ヒットポイントも上がるね。これはいいですね。しかも、火に強く、氷に弱い。まあ、割といいかもね。まあ、ここら辺を狙うと。あ、ミニバーストボット、こんなに交換できるんだ。これはなかった気がする、前は。まあ一応狙っていきます。はい。まあ大体メタルジャボテンはいつもマックスまで交換してますね。エーテルターボとかはね、もったいない気がするんだよね。普通にゴールドで買った方がいい気がするんで。はい。というわけでね、こんな感じでやっていきます。本当簡単なんで周回自体は。覚醒器を周回しようとしなければ、結構ポチポチでできちゃったりするんで、なので、新しく始めた人でも、ある程度は周回できると思います。はい。ぜひね、やってみてください。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。